みんななんかボッシューって言ってたよ。ボッシュー、ボッシュー、てんてんてんスラッシュスラッシュスラッシュ、てれてれ。でもね、俺はね気づいてる。そもそもあのネクタイとかあの服装って救急隊の誕生日のお祝いっていうのを、そもそもバカジェの服装を見る前から俺知ってて、あれはミスリードですボスの。てつん、今こっそり話せる？話せるぞ。しーちゃんが、しーちゃんの話か。みんな以外の女とデートしてるの見たんだけど。うわ、どういうこと？嘘だろ、別班か。おそらく俺はボスに試された。このミスリードごときで引っかかるやつには別班についてこれ以上教えられない。作られた静止命令だったってば。ただな、これ以上はな、真実に踏み込みすぎる。そもそもスパイだったんだよ。え、やっぱり。そこでマルと仲良くなったんだ。マルを潜り込ませて。やっぱりそうなのか。25日から26日のあのまたぎですごいいいことがあったってこと。結構親しい仲なんですかって言ったら、なんか結構濁した感じで、まあ親しいね。濁した、ボロボロ出てくる浮ついた話が。叶う恋にするのであれば、ミーニャが救急隊辞めるか、ボスがボス辞めるかだよ。やだ、私シャンクスさんは絶対仕事優先するもん。だってだって FJK も、え、FJK 土曜だよ、 FJK 土曜だよ、土曜だよ。あまり探り入れすぎるんじゃねえぞ。まだこの町痛いだろ。痛い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 。ケツ兄貴どう思います？女のために解散。おい待てて、おい、そうなったら俺らは止めない。でもいや止めれねえよな、そうなったら。でもいやもうチームより女だよな。いや女だよ。とりあえずあのボスを見ると銃を撃つ指が引き金を引けなくなります。どうしたらいいですか？まだろ。じゃあケッツンさんは引けるの好きな人ができた時にさ、うん、シャンコズさんにそいつを殺せって言われたら、うん、シャンコズさんが目の前で殺そうとしてる時、多分操作誤って、うん、事故するかな。どういうこと？シャンコズにシャンクスさんを殺すってこと？マチョ、一回歯食いしばれ、歯食いしばれマチョ。よし、すごいや。ノーリミで上手くなりたいの？ケッツン太郎で上手くなりたいの？でみんなで試行錯誤しながら上手くなりたい。そう、どんどん構えとけばいいの。いやは、な、何ミルクルってこれ。うわ、チュパチュパ音を出して飲むんだよ。これバブバブやってくれるやつやん。ああ、これで、飲ましてくれたんだよ。自分で飲んで。音出てない、音音。チュパ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 うんまめっちゃチュパれるこれ。